仏とべしょうは乾物を主体とする様々な高級食材を数日かけて調理する復建料理の伝統的な高級スープ。名前の由来はあまりの美味しそうな香りに修行像ですらお寺の兵を飛び越えてくるという詩にあるとされる。一つの陶器の壺に十数種類から数十種類の乾物を主体とする高級食材と水を入れ数時間から数日かけて煮込み、もしくは蒸しにして作られる。 店ごとに、あるいは食べるものの予算により使われる食材と調理法が異なってくるため、必ずしも一定のレシピがあるわけではない。乾物の戻しなど、食材の過準備に3日から1週間かかり、予算により中に入る食材が変わる料理であるため、通常は数日以上前に料理店への予約と予算を伝えることが必要である。発祥地とされる中国福建省復習では、 材料を入れた後、食材の香りを逃がさないように、壺にレンの葉や薄紙で蓋をし、さらに陶器の蓋をして煮込む。食卓に乗せる直前に香り付けで入れる仕上げの酒は、レンの葉などの蓋に小さな穴を開けて、そこから流し込み、少し蒸らした後、食卓で蓋を取ると、絵も言われぬような、うまそうな香りが出る。この香りを嗅ぐと、 戒律により精進料理しか食べられないと定められている僧侶でさえも壁を飛び越えて寺院から出てくるというのが名前の由来とされる。スープは油切っておらず透き通った見た目をしている。店によっては豚の筋などを入れるためとろみが出ている場合もある。材料のほとんどが乾物でかつ動物性のものが主体のためアミノ酸、核酸の旨味が濃縮されているが 朝鮮人参やクコシを加える場合もあるため、人によっては漢方薬のような匂いがあると感じる場合がある。仏とべ、ショーを食べられる主な場所として、現在では福建省福州のほか、台湾と香港が有名である。福州では元祖とされる厚む春園祭館をはじめ、多くの高級レストランやホテルで予約すれば食べることができる。 台湾では直火で調理する復権式物とべ、章が、香港では、広東スープの伝統手法の一つである、壺ごとせいろで蒸して、熱を加える広東物とべ、章がそれぞれに発展をしてきた。日本では高級中国料理店や、横浜中華街で物とべ、章を食べることができる。多くの場合は、予約が必要とされるが大衆向け、または観光客向けのレストランの中には、 予約なしで提供可能な簡易的作り方の安価な仏飛べ、賞を出す店もある。お椀に取り分けた台湾の仏飛べ賞。貝柱や深ひれなど乾物が確認できる。伝承によると、始まりは約140年前の寝台に遡ると言われる。当初、復讐の役人が家で客をもてなすために用意した鶏肉、アヒル肉、豚肉など二十数種の材料に、 小講師を加えて壺で煮込んだ肉料理がヒントになっているとされる。これを客として招かれた役人に同行した料理人の定春運発が食べてうまさに惚れ自分で研究改良した結果多くの海産物の干物を加えると味が勝ることを見出したという。定春運発は1877年に復讐市内に厚武春園祭館を開いて改良を続け、 触覚の間で有名になったという。中には、文才のある秀才も客として訪れ、まだ正式な名称がなかったのを見て、敏慶君公表4となり、仏聞きしてる前飛べかき来たるという句を読み、ここから、仏と飛べかきという名前が付けられたという。使われる主な食材のほとんどが干物である。油が出ないように、肉は赤身部分を用いる。 必ずしも、牡蠣のすべてが使われるわけではない。星ワビ、干星貝柱、フカヒレ、サメの大ひれの付け根部分、魚の皮、魚の浮き袋、白子、星エビ、ツルメ、金華ホトイなどの中華ハム、星生子、星しいたけ、星なつめ、鳩の卵、豚の筋、豚ひれ肉、鶏胸肉、アヒル肉、朝鮮人参、星龍眼、 クコシ、紹興酒、オイスターソースなど、ありがとうございます。